大丈夫そうだね。あ、大丈夫だね。よかった。やっぱそっちが充電した方が、ちょっと甘いな。うん。どれだけマシ。ついちゃったから一回切っちゃう。ん？ついちゃったから一回切っちゃう。らしい。はい。では。吉田は自分の思うがままに生きていたいという話だ。うん。いや、そういう人生を終えてる。どこ目線なんだろうな、本当に。いや、いいんじゃないとかでもいいんだけど、うん、そっけなさすぎかなと思って。ああ、いや、いいんじゃないでいいんだよ。うん、本当に。出したから、ね、うん、回答に。いや、俺の疑問はね、ずっとただ一つなんで。へぇー。星はどうなの？あ、そういう？うん。いや、個人的には全然いいけど。うん。俺もちょっとアクティビティー東京したいから。あ、そうなの？極力ね。時間があれば。あ、なるほど、一緒にやる的な面でね、そういうスタンスだったのね。あ、どこだろうと思った。どういうスタンスなんだろうって。どっちが理解者的な意味かな、それとも協力者的な意味かなと思って。あ、理解者、理解者、協力者でもいいよ。なるほどね。どちらとも取れる。ただ俺なりにちょっとね、うん、たまには一人行動も取ってみようかなっていう。なるほど。まあ、社会人だったら、まあ、絶対毎回会えると思う。間違いない。それはあるよ。ああ、俺の動き方はハードだよ。俺の動き方はハードだよ。デリハード。うん、本格的に動くことになると。サバイバースキル勝手に身につくよ。マジで？マジで。そういう、うん、ゼロだからない。部屋の4分の1が、あのアクティビティ道具で埋まることになるよ。本当頼むから、テントを買わせてくれ。お前はいつもそうなるな。テントを積んで、俺は車でどっかいろんなとこに行く。途中から車をほっぽり上げてキャンプする。で、最終的に車の中であわあわする。うん、それはさすがにない。巻き込んでやると、すごいよね。マジ月に2度はアクティブに動きそう。よしやくん。どこだろうな。え？正直な目。うん。個人は心配でならない。でも休日ね、本当に家にいるのは逆に疲れると嫌なんだよ。個人の活動終了後どうなんだか本当に謎。体型どうなってるか。マジ太りそう。正直俺はなんか20代感はずっと変わらないそう、あんま。いや、でもどっちかに偏ると思う。食べ過ぎのでも巨大、肥大化するか。食べ過ぎは肥大化してしょ。いや、の可能性が高いじゃん、実際。うん、高いよ。と思ってるから痩せるっていう、筋肉ムキムキになる。逆に、うん、疲労からのなんかガリガリみたいな痩せる。違う、疲労からまた食うんで。あ、そっちもあるし。うん、いや、油テカテカハゲデブなんだよ。やだ。うん、それが欲しいのはお前の運命だ。そんな運命あらがってかっこいいこと言ってっけどさ、ハゲデブにあらがってるだけだ。どうなのと思うよ、そこは。ハゲてもえ、ハゲても疲労でハゲんのかもしんねえじゃん、この先。え、
違うよ、お前の頭の上がワンオクターブのハゲだよ。そう、ハゲやすかうん、ハゲ狩り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 、ズラかぶるかも、なんじゃない、ハゲ、うん、そうだねっていう、マジ、マジ折れてください、ハハってなるよ。うん、で工藤がなんかあいつさなんかさ変わっただ星がいないところに、工藤さんの知ってる星のランキングちょっと上位に上がりそう、やばい星のランキング、うん、ちょっとずつ上がっていくよ、星のナンバーワン、一時的に俺ぼっち生活を送りそう、一人旅とかしまくりたいから、ああ、いいんじゃない、うん、静かに何も考えない、まずね、4人旅以上したくないの俺、 あんま一人か二人かね、強いて言えば3人がいいよ、あそこまで、なぜなら自分の自由がどんどん失われていくから、現実的に生きていきたいの俺は、自由に、なんかプライベート自分でさスケジュールを立ててさその通りに回りたいの俺は、うん、ここで写真撮ってとかやりたいの俺は、2,3 人だったらまだなる、それ以上になってくる、なってくる、そこ顔色も浮かない、そう、それ嫌なんだよ、嫌いなんだよ、そうやったら一人二人やってたらそれだ、うん、どちらかというとぼっち属性なんだよ俺は、あんまり他人のこと考えたくない、あんま考えたくない、だって自分が生き抜きに行ってんのに考える必要がないじゃないかそんなところに、まずぼっち属性じゃない、一人旅があんま向かないかもしれないね、なんかつまんねえなってなってきちゃう人もいる、俺結構一人旅でも全然寂しくならないタイプの人だけど、一人お風呂とか入ってても大丈夫？静かにしてる？割と YouTube 見ちゃう、見ちゃう、旅先で YouTube 見ちゃダメだろ、旅先だったら俺ぼーっとしてるよこの後どうしようかな、なるほどね、例えば泊まっちゃったら次の日の予定がない、なるほどね、はい、コスモワールド。